インスタはこっちか。はい、こんばんは。インスタはこっちか。こっちかな。気にして。皆さんに連絡しよう。皆さんに連絡をいたしますよ。皆さんに連絡いたします。はい、よろしくお願いいたします。以上かな。以上かな。インスタのご連絡は以上かな。あと LINE。以上かな。以上ですね。これをつなげるか。あ、コメント。コメントありがとうございます。今ちょっと仕事してた。これでいっか。エアコンつけるか。寒いみんな。エアコンつけようか、エアコン。はい、タイマーさん。あ、タイマーさん。あれ、アイコンこれだったっけ。タイマーさんこんばんは。タイマーさん。今何ですか、実家ですか。おー、タイマーさん。早い、ね。メッセージ撤回したの。まんまるさぎさん。はい、まんまるさぎさん。連絡いらない。え、まんまるさん、これから配信の連絡するって石井さんがいたの。あ、はいはい。文章撤回してしまいました。あ、そっちね。またね。土いらないってことか、ね。今日ずっと配信見れないんですよ。あ、よろしくすいません。はい。見れる限りで大丈夫でございますよ。5万名のお客様。ね。ね。今日はね、久々に検品配信しますよ。ちょっとこの、あ、そうだ。これ、オフにするの忘れてた。お休みモードオフ。オフでしょ。なんだっけ。まあいいや。検品しよっか。検品ね。タグつけなくちゃいけないね。タグをつけてね。ね。ね。石井さんすみません。あ、大丈夫ですよ。大丈夫です。大丈夫です。一人でもやります。ね。ご飯作ってる時間ずっと座ってみて。いつかご飯作ってくれるかな。あ、ずっと見てるから。
作ってくれんじゃない きっと。うさぎさん、できましたよとか言いながら、喋るようになる。喋る。ね。今日も嵐やってくるかな。あれ、なっちゃん来ないね。なっちさんも来ないね。なっちさんも来ないと、これ大きさ、まんまるさきさんでやってもらう？ねえ。じゃあ、本日検品します。これちょっとね、ビニールを出したので、こちらのバッグ。前ちょっと似てたのありましたが、これはこれで、ダブルチャックで、なんか、タッセルみたいな柄の金具ね。はい、こちらのバッグ。横このくらい、底このくらい。はい、ね、今日始めたらすぐに気づいてよかった。あ、すぐ気づいて。エプロンして作ってくる。作ってくれる？誰が？石井さんが？俺、全然料理できないよ。うん、俺全然料理しないよ。うん、何だっけな、ちょっとこっち見なくちゃ。名前とかこっちに書いてある。どこだったの？書類どこだったの？書類どこだったの？それか、こちらね、アラン・エンボス・カームショルダーバッグ。もう一個がね、もう一個なんだったかな。あ、これ用意しとくの忘れちゃったな。まあいいや、後で出すか。はい、こちらね、こちらのバッグ、品番がね、8420。どなたか書いてて、自分で書くか。なっちゃんいないから自分で書くか。ね、タイマーさん忙しいもんね。自分で書けやいいや。品番がね、8420。8420。ほら書いて。品番が8420。ちくわか。石井さんじゃなくてちくわ。今日なんかすごく白くない？俺の目だっけ？ねえ。アラン・エンボス・カームショルダーバッグ。自分で書くか。アラン・エンボス。エンボス。カームショルダーバッグ。カーム、ショルダーバッグ。バッグね。これ書いて。ね。ラグあるね、まこちゃん。あ、そう。8420です。8420です。はい。はい。はい。あ、まこちゃん。まこちゃん。皆さんこんばんは。まこちゃんこんばんは。ね。今年も残すところ、あと3日となりましたね。え、3日 ?29、30、31ね。29、30、31。こちらを、ちょっと中を開けるか。後ろはこんな感じか。まあ、開けるか。検品配信のやり方忘れてよ。なんだって、どうやってつったっけ。こちらダブルチャックね。ダブルチャックです。はい。こちらハートがいっぱい。ね。なんだったっけ？もう我慢できないの。あとなんだっけ？お前だけだよ。なんだったっけ？大好きだよ。会いたいよ。ね。結婚しましょうって。うずんからってこんな感じだった。忘れちゃった。うん。石井さんがコメントした方がいいよ。ね。自分で頑張るよ。その方が黄色いの出んもんね。うん。今初めて気がついてる。あ、あら？これ、なんかついてなかったっけ？あ、あるよね。あったあった。こちらがチャームと紐ね。ショルダーバッグの紐。じゃ、ついでに中やっとくね、先に。これつける前に。中ね、こっちオープンポケットのチャックポケットです。チャックポケットね。中はないね。あ、外側か。あ、外側マグネット。こちらマグネットって言います。マグネット。こちらも当然マグネット。あ、これ結構使えるじゃん。脇が入ってんだな。脇があるからその分中がシンプルなのかもしれない。ね、あ、これキルティングね。こちらそって、まあキルティング。だから早く売れないといけないので。そう。新尺のスクールの冬物だから、早く売んなくちゃいけないので。ね。でも今更春物入れても今ちょっと早いしね。ダブルチャックで。石井さん今日はね、実家だからね、2枠目からまともに入れると思います。まこちゃん、今日は実家だから2枠目からまともに入れると思います？ 2 枠目何時か分かんないよ、まだ。検品配信終わってからなんで。はい、あと3時間後だよ、まこちゃん。ね。まこちゃんも実家なんですね。ね。はい、こちらね。タッセルつけて、
こちらはね、でもね、今日販売しませんよ。こちらは販売しません。まこちゃん。こちら販売しません。こちらはね、そうね、一回この YouTube に上げて皆さんに見てもらって、久々の検品配信なんで、見てもらってからだから、明日も出さないかな。明日じゃちょっと早い。うん。元旦かな。早くて元旦。元旦も調子が悪かったらすぐ帰ります。もういつもの通りに行かないのに無理してやっても意味ないので、はい。もし何かあったらすぐ帰る。ね。赤字食っちゃうんでね。ね。外側マグネットです。田山さんありがとうございます。コメントありがとうございます。あ、これ脇ね。脇こうやって、こうやって少し大きくなるんだ、これ。あ、これ脇ね。ちょっとこうやって大きくなります、こうやって。入れ物が入りやすいってことは、ね。ちょっと今、これやるのにこれが必要だな、どっちもっち。でね、ショベターは紐つけてさあね、まこちゃんそうなんですよ、じっかりゆっくりしてます。ゆっくりしてんの、タイマーさん、ゆっくりしてんのね。ママドリクさんが料理中なので、まこちゃんね、今日何食べるんですか。まんまるさぎさん何食べるんですか。こちらが赤ね、こちらが黒ね。あ、タグつけるのですね、タグつけてます。何色だったっけ。二の足の六色かな。六色。はい。何すか。まんまるさぎさん、料理中ですね。昨日母親にプレゼント、あ、ピアスプレゼントあげて喜んでくれる。あ、リボンピアス、かわいいって言ってから、今度買います。ピアスプレゼントあげて喜んでくれる。リボンピアス、かわいいって言うから。あ、この、あ、可愛いって見せたみたいなんですよね。まこちゃん、私は実家で、めいの、え？あ、牡蠣の、貝焼き、するから呼ばれました。あ、呼ぶのね。なんか知んだけど、高級そうなものを食べるのはね、きっとね、ね、貝高いじゃん。高いの食うんでしょ、まこちゃん。そういえばさ、回らないお寿司屋さん行ったことない。あっちの人。回らないお寿司屋さんって、2回ぐらいしかないよ。しかもセットね。怖いんで。しかもセットしか俺、しかも1回は小学校ぐらいでしょ？もう1回はね、もう1回は付き合いで誰かと行ったような記憶があるけど、その時でもセットだったな、きっと。うん。ねえ。回らないお寿司屋さん行ったことある。タイマーさん。ある？まこちゃんよかった。タイマーさんよかった。お土産でよかった。ああ、タイマーさん。お土産。ああ。まこちゃんも食ってると思うけど、タイマーさん食ったことある？回らないお寿司屋さん。あえて。ねえ。回らないお寿司屋さんほぼ行ったことないね。うん。まあ、今更さ、美味しいかどうかはちょっと、下鼻はポリプできてるんで、そんなにさ、感応できるような鼻じゃないからさ。ね。いいんだけどさ。ね。スポンサーあたりで、ね、スポンサーあたりあるよ。スポンサーありで。あ、スポンサーありやんね。彼氏ありか。彼氏とか。ねえ、パパとか、ないんだよ、俺。ほぼないね。大人になってから一回自分のお金で、しかもセットで行ったぐらいのようだったもんな、もんぐらいしかなかったな。うん。どうなのよ。ねえ、特にこっちのでも、あらなお寿司屋さんわざわざ行くほどの有名店があるわけじゃないのでね、行かないと思うんだけどさ。ねえ。あ、タイマーさん一回。ちびまる子の世界だね。俺とタイマーさんからしてみたら、怖くていけない、ちびまる子の世界なんです。一個でバラで食ったらいくら食ったのかわからない。まあ、食べたくはないんだけどね。別にね。うん。すげえ食いたいから言ってるわけじゃない。行ったことがないだけね。うん。ほぼね。ほぼ行ったことない。いつも回転してる。しかも回転してるけど、注文するんで、結果回転してない。
あ、こちらさっき黒ね。こちら黒。こちらがグリーンです。こちらがグリーンですね。結果ね、回るお寿司屋さんでも、あ、これつけね、つけてからやればよかったね。回るお寿司屋さんでも回らないものをね、注文してるんで、まあ回ってないっちゃ回ってないんだけどね。うん。あ、いやいや、あやさんこんばんは、こんばんはです。結果回ってないんだけどね、俺が食うものもね。うん。回ったの食わないからさ。注文しちゃうんで大体。持ち帰りが多いんでね。俺家で食いたいんだよね。あそこで酔っ払いながら食いたくないんだよね。飲み屋さんは行くけどさ。飲み屋さんは行くの。確かに注文してから回ってない。回ってない。回ってないっちゃ回ってないんだよ。そう。あとね。こちらグリーンね。こちらグリーン。忘れちゃうね。先に言っとくよ。こちらがベージュ。こちらがベージュです。キルティングね。はい。V のね、ハート。それぞれ、愛を込めてお話ししてください。こちらね、マグネットのチャック。マグネットのチャックね。これ、ペットボトルバッグ。バツね。長財布は OK。ね。口で言ったから行くね。ペットボトル当然入んないでしょ。長財布大丈夫じゃないの。どうなんだ。中は入りそうだよ、余裕で。うん。こんな感じでいいか。ね。タイマーさん、2回でしたよ。親と1回。元彼氏と1回。どうして元彼氏デート。デートしたの。お寿司の件が。ね。まんまるトロとハマチが好き。あ、石井さんもマグロが好きかな。ね。マグロが好きかな。あと、数の子とか、つぶつぶものが好きだ。嫌いな人も多いんだよね。うん。俺、数の子好きなんだよね。でもさ、お正月の数の子ってさ、俺、数の子好きなのね。お寿司とかね。待って待って。だけど、お正月さ、塩数の子って食べないんだよね。あの塩数の味付け数の子食べてんだけど、いつもすぐ食べ。塩数の子って何なの？一回つけたり、塩抜いたりすんの？塩抜いて味があるの？大体。なんか硬そうだけどさ。なんか、数の子、塩抜きしなくちゃいけない数の子って買う？あれ？買わないんだよね。あれ、塩抜くの？あ、デートですよ、たぶん。デートです。おデートして、その、あれだね。当然あれでしょ？お寿司食べたぐらいなんで、回らないお寿司だ。その後、ちょめちょめしちゃうでしょ？タイマーさん。ねえ。回らないお寿司屋さん行ったぐらいだからさ、当然その後、ちょめちょめしたでしょ？その日はきっと。ちょめちょめした？ねえ。私もいくら好きです。あ、タイマーさん。ねえ。私もいくら、あれでしょ？あ、親聞いてていけないね。タイマーさん今日一人じゃねえから。そんなこと聞いちゃいけないね。親と一緒に聞いてる可能性十分あるよね。私いつもこの人と話してるんですよ。つって。ああ、そんなのその人が、私ちょめちょめとか熱いね。タイマーさん、今のこの言葉撤回でございます。すぐボリューム下げて。ボリューム下げて。ボリューム下げて耳栓して聞いて。ね。それ、親と一緒にスピーカーで聞いてる可能性十分あるよね。うん。タイマーさん、一人で聞いてますか？親御さんと聞いてますか？こちらベージュでございます。ショルダーバッグの紐付きね。こちら、ピンピン。やってんの？この人って感じで、YouTube でね。はいはい私はい、はいはどっちのはいなの？タイマーさん、どっちのはいなの？一人のはいなの？ね、家の人と聞いてるはいなの？それ聞かないと、今後の言動がね、喋ること変わっちゃうんで。ね。よろしくお願いいたします。お話がね。親と聞いてるんです。イヤホンしてますか？ああ、そっか。じゃあ大丈夫だったね。あ、よかったよかった。俺、これ、家の人でこれ、私、この人といつも話してんねとか言いながらね、聞いちゃってるパターン、実家に帰るとありそうだからさ。ね、よかったよかった。イヤホンしてんならまだよかったね。ね。はいはいはい。セーフだったね。大事でしょう？お寿司食ったぐらいだから、その後当然、あれでしょ？ちょめちょめした日でしょ、それね。当然したよね。初めてのちょめちょめとか。その人と初めてのちょめちょめの日に回らないお寿司食べたの？ね。その後お腹痛くなっちゃった笑いものだったね。
寿司屋行ったわ。いや、その後お腹痛くて、生もの来たからお腹痛くて、それどころじゃなくなっちゃった。私も帰りたいとかそんなんなっちゃうのに気をつけた方がいいね。生もの、もうその場でなんかお腹痛くなっちゃう感じ。まあ、こちらキャメルね、キャメルもいいのだ、こちらね。今今更の商品。1月1日にもし配信やったら、なんやんねえかもしれないけど、一応ね、一応曜日通りにやろうかなと思ってね。ねえ、タイマーシャン初めていや、初めてで、タイマーシャンが初めてじゃなくて、その人と初めてのあれじゃねえか、じゃないかなっつったわけですよね。で、こちらタッセルビルさんのカメラです。あ、久々にあれだな、8427、ポーズ撮って写真撮んないとな。ここで写真撮って、うん、撮れた、ね、違いますよ。PP狙って落ち。そうそうそう。生もんだから気をつけないとね。いけないね。で、タイムでな。あ、ナチさん来た。ナチさんにイヤホン持ってきてよ、持ってきなよって言われて、忘れなかった。あ、そっか。そっか。持ってきたね。持ってこないと聞けない。あなたずっと実家で何やってんのって言われるよ。そんなことをずっと毎日やってるんですかって言われちゃうの。ほどほどに、あの、タイマーさんした方がいい。ずっと聞いてた。あなたずっと何をやってんのとか言われるの。理解できない。理解できないものをずっと見てるのね。って、うん。あ、ゆうなおさん。はい、皆さんこんばんは。フロリダ行ってきました。あ、行ってきたの。もう早いね。フロリダ。早い時からフロリダ入るのね。ね。ね。皆さんこんばんはでございます。はい、ゆうなさんこんばんはでございます。ね。ゆうなさんこんばんは。ゆうなさん、治った。ゆうなさん、旦那さんは？旦那さん。ゆうなさんの旦那さん今日いるの？ YouTube 旦那さん入ったりするの？旦那さんは。じゃ、こちらがピンクね。あ、タッセルつけない。タッセルじゃない。チャームつけない。チャームつけて。星チャーム？チャームはこんな感じがついてますね。チャームは、こういうのが。なんだろう。変えてもいいと思うんだけどね。チャームはこういうのがついてる。ね。ほどほどにします。ね。そうなんだ。ゆうなさん、旦那さんはいますか？旦那さん。ゆうなさん、配信してんの？全然俺ちょっと仕事して見れてないんだけど。ねえ、皆さん配信してんの？あ、今日ゆうなおさんのお送りしましたよ。うん、またたくさんありがとうございました。ゆうなおさん、おかげありがとうございました。ね、直吉くんいるの？直吉くん、あ、ゆうなおさん、まんまるちゃん、あんまり調子よくないな。旦那をほたらかして実家に帰って、あ、旦那さんは別なんだ。ちょっと違うところで一緒の配信見る？どっちの調子が悪い？ゆうなおさん調子が悪い。直吉くんいないよ。はい、終わりました。じゃあこちらね、あ、タグつけなくて、タグつけよう。発送、あ、ゆうなおさん発送ありがとうございます。あ、ゆうなおさんにね、直吉くん、ちょっと名前、本当の名前知らないんだけどさ、伊沢本当の名前よくわからないんですけど、ゆうなおさんの旦那さんね、うん、娘に戻って、はい、あのね、はい、私すぐね、ゆうなおさん、旦那さんにね、あの、石さん今回特別プレゼント、スペシャルセット、はい、入れてきましたよ。はい、いつも応援していただいてるので、旦那さんにね、ゆうなおさんはゆうなおさんで、まああれなんだけど、旦那さんにいつもたくさんコメントしてもらったりね、嵐と喧嘩してもらったりしてもらってるので、ちょっとね、石さんいつもまあ、プレゼントなかなか当たんないとあれなので、旦那さんにね、はい、ちょっと名前言っちゃうとまずいと思うのね、はい、旦那様に、あの、スペシャルセット、石さん、いっぱい買ってくれたので、コポしときましたよ。はい。来てるかな？旦那呼びます、ね。うわ、楽しみ。聞いてた？聞いてた？それでさ、学徒割やってると思う。まあ、学徒割なんだか知んないんだけど、学徒割やってるってなんか聞いたから、石さんの子ってさ、手のやつ、あの、
ガクト割りって書いてたから。クセのこういうやつ、昔よく使ってたのあるんだけど、はい、新しいやつあったので、それ入れときまして。あと、スペシャルセット。はい。全部入れときた。全部入れときた。ゆうなおさんの旦那様だけには、まあ、他のさ、お客様には申し訳ないんだけど、まあ、男性のお客さんだからいいかなと思って、旦那さんにスペシャルセット。全部入れとく。全部入れといた。一旦全部入れとこう。全部入れとこう。喜んでもらえるんじゃないかなと思います。ね、スペシャルセット。あだるけ、いや、そんな変なの入れてないよ。普通に真面目にくれてる。うん。だって俺持ってないもん。だってアダルトのやつ持ってないよ。自分が持ってないのあげられないよね。ゴムぐらいしか持ってない。それもあれだろ。あれだぜ。何年前のか分かんねえのしか持ってねえ。うん、何年前の、いつのですか。これもう危ないんじゃないですかぐらいのやつしか持ってない。しかもね、絶対使わない方がいいやつだよ。早く捨てろっちゅうね。捨ててもいいんじゃないか。うん、あれダメだ、腐ってるきっと。もう腐ってる。ね。うん。そう、スペシャルセット。あれ、コメントないんだね。うん。ね、皆さん聞いてくれたかな。あとでじゃあまた聞いてきて。すぐは届くんじゃないかな。2日ぐらいかかるかもしれないね。井上さんの地域だと。はい、タグつけました。じゃあね、もう一回だけ最後説明していこうかな。じゃあ、まあ、ページあたりで説明しようかな、ページあたり。じゃあ、こちらね、バッグ。あ、大きさ言わなかったね。大きさ。大きさいますよ。ね、横がね、29センチ。あ、高さからか。高さからいつも言ってたね。高さはね、23センチ。自分で書くからさ。23センチと、かけるわよ。いいや。23センチと、横がね、29センチ。29センチと、まちがね、まちが10センチぐらい。はい、書きましたよ。23と29と10センチ。はい、点であったけど、かけるしなかったけどね。うん。ね。いや。はい、29、23ね。これ、センチね。はい、書いておきましょう。コメント自分で適当にしておきます。よろしくお願いいたしますね。じゃ、ショルダーバッグね。こちら、ベージュ。はい、チャーム付き。で、これね、ここにね、マグネットで、これ普通のポケットでマグネットできちっとなってます。で、これ結構スマホでポーとか入れやすいかもしれないね。後ろも当然同じように、こうやって、マグネットで、ポケットがあります。こちらね。で、これね、ダブルチャック。これ、ちょっとね、なんか、タッセル風の金具ね。金具はこんな感じ。あ、ちょっと可愛いです。ダブルチャックね。じゃ、こうやって開けて、物もね、この外側にチャックがあるので、中はね、シンプルにできてますが、この脇、これ脇取れるんで、ガバッと開く感じ。なんか、とってもあるときはガバッと開けて、ここ、このままボタンね、開けといて、こうやってね、閉めればいい。いっぱい入ってるときは、このまま開けて閉めればいい。そしたらこうやって真四角でいっぱい入るんで、ほらね、こういうのないし、まっすぐ入るんで、いっぱい入るんでね。少ないときはね、当然このボタンをね、チュパーっとやってください。チュパーっとやってください。細くなるんですね。ね。あ、まんまのさきさん直してくれたんでね、こんばんは。あ、マリノさんこんばんはです。はい。マリノさん。ね、タイマーさん大丈夫、マネさん大丈夫、今の時間大丈夫ですね。それならよ、ブロッコリーが美味しいんじゃなくて、マヨが、あ、そう、どこのお話、どこの話、マヨラーマンマル、あ、そうなんだ、マンマルサキさんマヨラーだったんだ。じゃあこちらがキャメルね、撮影会のキャメルと、あ、キャメルじゃない、ベージュとこちらがキャメルね、キャメルの隣は一旦黒で押さえると。で、こちらが黒です。こちらが黒。6色、黒と、黒の隣は赤。こちらが赤ね。こちらが赤です。赤です。こちらが赤ね。赤と、ピンク。こちらがちょっと大人ピンク。
大人ピンクとグリーン。グリーンです。で、こちらグリーンです。こちら撮影いたします。バナーに使うんでね、バナーに使うんで写真をします。はい、よろしくお願いいたします。これ口上がるんだよ、これ。カシャカシャと思って。もうちょっと下げる。もうちょっと下げる。これ上げといてみようか。よろしくね。よろしくね。よろしくね。これ曲げすぎ。よろしくね。ちょっとあれだね。よろしくね。よろしくね。どれが良かったかな。ね。ね。あ、ゆうなさんの旦那さん。はい。ゆうすけさん。ゆうすけさん出ちゃったね。ゆうすけさん。こんばんはです。ゆうすけさん。はい、ゆうなお旦那さん、書いてあるよね。名前そのまま書いてあります。はい。この間ね、たくさん嵐と戦ってくれたり、いつもね、来て遊びに来てくれるので、男性のお客さんだからさ、特別石井さんね、今回商品またたくさん買っていただいたので、年末ということで、はい。ね、ゆうすけさん。年末ということで、石井さん、スペシャルセット。スペシャルセット一緒に入れときましょう。いっぱい入ってます。はい。もう一緒のやつのグッズのスペシャルセット。サインも入れといた。サイン持ってるかもしれないけど、一応サインも入れといた。うん。あれなので、せっかくなので入れときましたよ。あとね、ガクト割りする棒も入れといた。手の棒も。ガクト割引中って書いてあるんで。これで今、ガクト割引、こう、どう使うかは知んないよ。石井さん、どう使うかは知らないけど、一旦書いて、指のやつ、有名な指のやつ、最近出してないんですけど、指のやつで、昔よくメルカリとか始め、こっちね、商品はこっちねってやつ、指のやつ。はい。全部入れときました。楽しみでございます。いつもありがとうございます、ゆうすけさん。いつもありがとうございます。はい。感謝を込めて、年末に、ゆうすけ様だけプレゼントいたしました。なかなかセット投げられる時ないんでね、ちょっと投げておきました。でこちらね、よろしくお願いいたします。あと次もう一方、もう一方いきましょうか。こちらが1月の1日ね、1月の1日販売以降、1月1日以降の販売です。はい、これ貼って後ろに、ね、じゃあ次の商品あれだ。どこ行っちゃったかな、名前。12月の14日の次はいつですか。これじゃない、これかな、これかな、この紙かな。あ、これだ、これだ、これだ。次の商品、こちらね、結構なハートのところが可愛い。こちらの商品、ボンボン付きハートリング、黒子片押しショルダーバッグね。品番がね、8424、ちょっと書く。ボンボン付き、え、月が変ね、変、ボンボン付きハート、リング、黒子、片押し、ショルダーバッグね。はい、書きました。はい、書きました。ね、まむらさん1月以降なんで、ね、パシャパシャ。ありがとうございます。楽しみです。はい、タイトル書きました。じゃあ一応ね、一旦大きさ。ショルダーバッグなんで今紐がつくと思うんだけど、大きさね、自分で書こうかな。大きさね、まあ、このバッグの大きさとこのチャックのところの大きさと違うよね。でもとりあえず上から大きさやっとくね。一番低いところあたり。だいたい19センチと、横がね、
横が20、長さが28センチ、28センチと町がね、一番ちっちゃいところが11、広いところが13だ、まあ、13にしておこうか。こんな感じです。はい、このバッグ買う。あ、このバッグかわいいっしょね。なんかハートがかわいいよね、見た感じ。あ、他の色もたくさんあるんで、今ちょっと紐つけながら先にタグ作っとこうかな。84242の色いっぱいあるね。2の4の6 8色ある。8色もある。8424、8色ね。2の4の6の8色。はいはい、ありがとうございます。田山さんのサポートありがとうございます。形しっかりしてる。うん、形しっかりしてるね。よいしょ、ね。それでさ、塩数の子って食べんの？あれ、味付けた、数の子ばっかり食べるんだけど、あの、塩数の子食べる？みんな。あれ、塩抜くの？そのまま食べれないでしょ？あれ、塩、水つけて抜いて食べるの？あの、塩数の子、ちょっとあんまり味もなくなっちゃって、あれどうすんの？いいの？なんか味がなくなっちゃうな、カズノコって。うん。あ、お母さんがやってるから知らん。確かにね、あのさ、コリ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 、こう、しっかりはしてんだけど、味がないような気がするんだけど。ねえ。うん。まあ、まださっき何？タイの節乗ってる？それ、なんて読むの？魚辺にか、硬いってなんて読むの？読めないよ、そんな難しい字。ね、たまたま自分が打ったからね、って変化してっけど、逆にそれを読むのカツオ節か。カツオ節乗ってんのね。カツオ節か、カツオか、魚辺に硬いはカツオか、硬いはカツオか。ね、カツオ硬いんだ。へー、難しいよ、そんな魚辺とか出されっきゃね、タイだかヒラメだかわかんないってことだよ。はい、あれさ、読める？俺読めない。読めない。うん、塩数のこと食べたことは俺もあるんだけど、あえて自分で買わないっていうか、なんか味付けの方が簡単じゃないねえ。ピーマンさんがさ、次持つさ、ぬいぐるみの写真ここにあるんだけど、見せてあげる。ピーマンさんが次に持つ、次に持つで見る。うん、俺松葉漬け、あ、松葉漬け好き。はい、松葉漬けは好きですよ。あれは自分で作ってもらおうかな。うん、ピーマンさんが次に持つね、やつをこっそり YouTube で見せてあげようか。YouTube だったらさ、そんなにみんな見ないんじゃない？ねえ、バラしちゃおうか。見たい。次に。ピーマンさんに持ってもらおうと思ってる。コメントないね。うん。かつお節に醤油派で。あ、うちもかつお節に醤油だね。てか、かつお節あんまり食べないの。うん。バシしたね。バシしたね、まんまるさきさん。見たい。ここで見せてもさ、多分そんなに見てないんで。え？検品配信人気だよね。逆にね。あ、検品配信人気だな。普通にヤフオクライブで、あの、こっそり出してたら誰も気がつかないかもしんねえけど、ちょっとこれ上でまだ開けてみっか。危ない、危ないところまでちょっと開けて。あ、見えたね。髪見えたね。髪見えたね。あ、見えたね。そろそろ、そろそろなんでね。あ、見えたね。今見えたでしょ。今見たでしょ。今見たね。で、逆にしてあげよっか、逆に。逆から見せてあげよっか。逆からも。逆からも見せてあげよっか。全貌がわかんじゃない。全貌が。ねえ。全貌がわかんじゃない。見たい。これ結構物いいんだよ。うん。全然見えたよ。さっき見えたよ。スローにして見てみて。ちょっと見えたよ。頭、顔は見えました。うん。
これとこれで、大体見えると思うんで、はい、大体わかると思う。これね、持ってくれっかな。持ってくれっかな、ピーマンさん。持ってくれっかな。ね、画面違うのかな、みんなで。一緒の画面では見えてたよ。これでいいっしょ。これでいいっしょ。あ、今一緒だね。今見えちゃったね、今。今結構見えたね。今結構見えてない?今見えたでしょ?見えてないです。今その後タイムラグあるよ。結構見えたよ。結構見えたよ。ね。見えたでしょ?後でスローで。全くわかんない。想像できない。ああ、見えた?見えた?タイムラグあるからさ、言葉にさ。見えた?見えた?今度これをね、まあこれ、1月中旬に背負ってもらって、卒業するのは3月だね。春かな。見えちゃったっしょ。ね。見えちゃったね。ね。まあ、でももう年末なんで、ブーキチさんも多分ね、もうお正月に、はあ、ピーマンさん背負って、卒業かなって気するんだけどね。ね。見えましたね。見えた。なんだった?逆に何でした?ね、まんまちゃん、なんの?あとで、スロービデオで見たら、ポッ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 、あーとか見えんじゃない?スローで見たらいいんじゃない?スローで。うん。何でした?いや、それ以上やるからね。見えたもん。ちっちゃいから大丈夫だ。大きく見せてないし、現物見せてないから問題ない。ちょろちょろ発表していこう。インスタでちょっとあれだね。網にしてみるとか。うん。書いちゃっていいの?書いちゃっ、でもどうなの?だって、後で見て。じゃあ、後で見てくださいね。書かないで、後で見てください。ね。じゃあ、ピーマンさんの URL も忘れなかったら下に。URL も一切忘れなかったらピーマンさんの URL も下にね。忘れちゃったらごめんなさいね。はい、じゃあこちら、やってみようかね。ショルダーって言ってる。こちらショルダー。ショルダーつけて、書いて撤回がいく。ああ、そうだね。うん。書いて撤回してみたら。それでいいよ。書いて撤回してみて。ね。ね。結構あんのか。7時ぐらいまでには入れっかな、ヤフー。ね。じゃ、こちらショルダーバッグ。名前さっき忘れちゃった。上に書いたかな。上の方、右側だか下だか。はい。先ほど下にね、コメントのやつを押してください。皆さん、コメントのやつ。大きさとかタイトルとか、品番書いてありますんで。品番8424。ね、こちらね、黒く片押しのバッグ。ハのハートが可愛いでしょ。で、横はこのくらいですよ。サイズさっき書きました。そこはこのくらい。しっかりしてますね。後ろがね、チャックついてます。チャックのポケット。後ろのチャックのこのハートも可愛いでしょ。ね。読めた。あ、撤回しちゃったの、タイマーさん。あ、まあ、タイマーさん撤回しちゃった。うん。そっか。で、こちら、チャックを開けて、こちらチャックをバーッと開けると、これね、スリーパーテーション。結構でかいね。しっかりした割には大きくたくさん入るし、いいね。この真ん中の中にチャックのポケットとオープンポケットあります。あとはないね。これ脇みたいな感じかな。で、これガバーってやるのとか、マグネットとか、結構いいよね。形がね、ガバーとかで作られてね。うん、見てあげます。すいません、ご飯飲んでいけます。あ、ゆうなわさん。ゆうなわさん、ご飯食べてください。しっかりね。ご飯食べてくださいね。よろしくお願いいたします。で、こちらが赤と、こちらが紺色ね。紐だけ探しているっていう。こちら紐ね。はい。皆さんまたね。ご飯またね。またね。このヤフオクでね、大ちゃんが CD 打ってたら買おうと思って、はい、著作権フリーだって言うんで、流してみようと思ってますよ。パソコンでね。あ、ちょっとなんか、こっちのパソコン、どうなったの?
じゃあこちらが濃いのね、こちら濃いのです。はい、よろしくお願いします。あ、これも1月1日ね、1月1日以降は販売です。こちらは黒です。黒の書類ね。配信者には歌詞がすごく寒い。あ、そうだね、うん。じゃあ10年後もやんの、石井さん。10年経ってもありがとう、なんだっけ、10年経ってもありがたき幸せかね。10年経ってもありがたき幸せ。石井さん10年経ったら60超えちゃうよ。できっかな。できねえよ。60じゃできねえよ。こんなずっと喋ってらんない。もうちょっとちっちゃい声で喋んなくちゃいけないよね。ほぼ販売はやめるよね。60じゃさ、ちょっとね、さ、その場で死んじゃうね、きっと。ね。恋の大人バックっていい感じか。あ、ゆうすけさん。恋の大人っぽい感じだね。こちらね。あとこちらがグリーン。グリーンもございます。ご自身のね。黒かどうし。これ、このままワニじゃん。考えてみたらグリーン。ワニってグリーン。ワニってグリーンだよね。これワニじゃん、そのまま。あ、ワニだね、これ。このままね。グリーンがワニか、逆にね。うん、石井さんともあと数年。そうだね。そりゃそうだよ。あと数年から。うん、あと数年だね。ねえ。もうちょっと、どうなるんだろうね。うん。結構立体とかでできるんじゃないの？ねえ。今のうちに YouTube とかちゃんと仕掛けてしっかりしときたいよね。今度そういうさ、媒体がいっぱい、売る場所も出てくるだろうし、ね。そういう時にやっぱり仕込んとかないと、YouTube も大事だよね。なんか喋ってさ、あ、これ何色だろう？これ、ちょっと珍しい。あ、これ何色だろう？こちらがね、何色だろう？これ、キャメルって人かな？これが薄いピンク。こちらが濃いピンクだと思うんだよね。あれ？どっちだろう？こちらが濃いピンク、薄いピンク。ピンクあります。これは何色したんだろう？ちょっとタイトル何色したって直さなくちゃいけない。これ何色？あら。あ、明るいピンク、薄いピンク、暗い赤か。あ、こちら暗い赤にしましたね。これが明るい赤で暗い赤か。赤かい、こちら。赤かい。あ、暗い赤にしちゃったけど、これ何色？暗い赤、茶色じゃないんだよね。暗い赤な。もういいや、暗い赤で。この色です。暗い赤にしましたね。ね。テラコッタとか、とかかね。テラコッタ。いいです。もう簡単に、暗い赤。暗くないけどね。これに比べたら暗いから。暗やかに。タイトルにごまかされない現物の色だけお客様のスマホの色を頼りに、想像で、してお楽しみみたいな色にして、うん。暗やかに。暗やかに。よろしくお願いしますね。ずっとあるわけじゃないから、そんなに一生懸命考えなくてもね。レンガ色って、ってわけじゃないな。レンガじゃもないな。ああ、今言ったね。レンガ色、ちょっともうちょっと明るいような気がするんだよね。うん、夜わかんないよね。生で見てもわかんないよ。レンガってちょっと違うんだよな。レンガってもうちょっと明るいような気がするんだよ。よくわかんない色じゃない。ね。暗やかでいいです。赤かな。昼間もう一回見てみよう。ね、朱色。あ、朱色って、朱色ね。朱色ともなんか違うね。朱色って久々に聞いたの、朱色。朱色って久々に聞いたの、朱色。朱色。朱色ね。オレンジレッドとか。あ、そうだね。ちょっとはオレンジでもないよな。オレンジでもないよ。うん。暗やか。暗やかでいいです。暗やかでいいんじゃないかな。暗やかでいい。
いやいや、オレンジレッド黒いこちらがね、濃いピンク濃くないよね、濃くないよね、こっちが薄いからだけど、これ一応濃いピンク、濃いか薄いかっちゃ濃いピンクね。もう一つのお肉、普通色ピンクじゃ分かんないから、どっちかどっちだか管理するときにさ、暗い赤、そう暗い赤か暗い赤だったら行くね、あのぴったりじゃないから、暗いか明るいかっつうの暗いだけの話さ、ね、今のお金貯めます。さやまさん、お好み焼き、おいさん、お好み焼き食べるの、お好み焼きをみんなでジュージュー焼くんだね。お好み焼き、お好み焼き、うちはさ、その場で作んないからさ、みんなあの妻が作ってから、作ってやって食っちゃうから、結構好きなんだけどね、めんどくせえっつって作ってくんねえな、うん、作れっつってんだけどね、いや胃が痛くなるっていうかね、うん、あやさんにもお好み焼きって言ってなかった、あやさんにもお好み焼きした、奥様の手ぬぐい中最近作ってくんねえよ、自分が胃が痛いから嫌だって言われる。これ薄いピンク、濃いピンク、濃いピンクと薄いピンクね、濃いピンクと薄いピンク、薄いピンクこちらです、薄いピンクこちら、こんな感じピンクね、こちらがグレーね、はい、こちらグレーです、グレー発色ね、発色、中がパン、スリーパーテッション、スリーパーテッションでございます、スリーパーテッションね、これも配信51分やってるからさ、二方やるのにちょっと違うね、奥様が痛いの、あ、奥様が痛いね、ずっと胃が奥様が痛いね、俺もこの間ちょっと痛くなりかけたけど、一応なんとか大丈夫だったね、乗り越えたね、あれ一回痛くなるとちょっとやばいよね、言わね、合う薬がなかなかないと大変だね、うん、ねえ、年中怒ってくかだよ妻はもう、あとはブロッコリーもありますよ、ブロッコリー、ブロッコリー言わなくてもねブロッコリーメインじゃないよ、メインじゃないから言わなくてもいいよ、ブロッコリー、こちらグレーね、こちらグレーです、タグつけようかな、タグつけようか、発色、発色タグつけよう、発色、奥様大丈夫、なぜなぜ大丈夫、なんかずっと痛いよ、だから生ものとか食わないみたい、うん、煮物ばっかり食ってんだけど、石井さんは煮物がさ、煮物がね全然ダメなんだよ、美味しくないんだよ、煮物を食ってんの、ただ食ってんだけね、味しないから、鼻匂いはしないからさ、あんまりたまにすんだよ、調子がいいと匂いはするんだけど、基本煮物とか全然美味しくないんだよ。でもおでんは食うかな、おでんは食べんな、普通に食ってる煮物の種類が違うのかな、煮物全然美味しくないんだよね、だから俺だけ食べるもの違う、じゃああんた好きなもの買ってきなさいよってことになっちゃう、うん、そういうことが多いんだよ、そして石井さんよくスーパー行くんだよ、あの半額になってからの時間に狙ってね、半額の時間に狙っていきます、ほとんど定価で買ったことないねもうほとんど定価で買わないね、スーパーのああいうやつはいつも最後半額の時間知ってるから、その時間に狙ったところのスーパーに行く感じだね、うん、仕事終わってから配信しない人がね、半額とかね狙っていくな、すげえ儲かった気になるもんな、たまには半額の半額とかって考えた、相当のことですが、半額の半額とか、あの恵方巻きとかあったじゃん、恵方巻きがさ、あのまあ最近はそんなに残んないにしてんのかもしんねえけど、恵方巻きが流行った2年前ぐらいとかさ、あの700円も800円もした美味しい恵方巻きいっぱい余っちゃって、スーパーに1本ね150円とかね100円で売ってたよ、だいたいあの800円ぐらいのが150円で600円ぐらいのが100円、恵方巻きそうそう、こんな太いのね、こんな太いのさ、恵方巻きってそうそう食えないからさ、
ピックが2本ぐらいしか買わないんだけど、超安かったね。うん、あそこまで赤字出すとスーパーも大変だからね。恵方巻き外れたんじゃん。どこにでもたくさん売ってさ、結果、結構スーパーも早めにさ、恵方巻きだけは処分するよね。あれ。何？昔はだってなかったじゃん、あの日に恵方巻き食べるとか。確か、寒い時期、恵方巻きっていつよ、秋？なんか夏じゃないような時期のような気がしたな。いっぱい大量にいつもスーパーで安いんだよ。うん。超100円。100円です。ね。タイマさん抜けますね。皆さんまた配信見て。はい。タイマさんありがとうございました。ね。ありがとうございました。医者名はよくわかんない。おでんわかんない。煮物わからない。おでんは食べんの？100円。無言で食べる。絶対食う。無言で食べる？絶対食う。100円とか150円とかいつもなるよ。そういう日はさ、パチスロットでわざとさ、遅く帰ってさ、行くとさ、なってるの。恵方巻きの日は、いつも最後の最後行くといっぱい、それ狙ってるの、ほんと、また今年もかよってぐらいね、いっぱいあるよ。皆さんの、ところでも同じような気がするんだよ。あれ ?1、2、3、4、5、6、7、8、10個あれあれなんでこんないっぱい余っちゃったんだろう。8424、これ8424、8424だよね。8424割ってる。8420。あれこんな俺いっぱい作っちゃった喋りながら。俺こんないっぱい着作っちゃった？8424、8424、8424でしょ？8424。あ、今日ね、本日買われたお客様、この後ヤフオクライブ入りますが、本日も奇跡の波平バッグ、波平バッグプレゼントします。もう一個あるんだよ、お客さんに。いろいろ見たことなかったけど、もう一個ある、波平バッグ。奇跡の波平バッグの、こちら。あ、これ波平じゃなかった。ただの穴だった。あ、こっちはただの穴だった。そう、これは波平じゃございませんでした。これただの穴ね。ただの穴。はい。本日買われたお客様、こちらただの穴のね。一応、あれつけとくか。これつけとく。チャームもつけとくかね。これね、つけとくか、ね。どうぞ紹介するか。チャーム付きでした。あ、チャーム？そういえばチャーム1個なかったな。チャーム1個もらっとこっかな。チャーム1個なかったんだよ。ちょっと入ってきた商品に。このやつがなかったんだよね。これつけちゃっていくかな。オレンジとかだったら合いそうだよ。これだったら合いそうだね。これチャームが1個なかったんだよね。これ一緒色だね。これ変えられる。あ、これ変えられんね。あ、これチャームこれ必要だね。チャームお客さんの方で自分でつけてください。特にいろんなチャームもお客さん買ってると思うので。これありってやってちょっと分解して、これをこっちのやつにして、こっちちょっと足んない分これつけよう。これ上につけとく。ね。こちらショルダーバッグの紐はつけときますよ。ね。うん。穴へ？穴へか。波へじゃない。笑う。空じゃない。何へ空？なんか言った？どこで言った？じゃあこちらね、穴塀じゃない、穴が開いたバッグ。チャームなし。すいません、チャーム自分でちょっとつけて。チャームはね、今日ちょっと不良品とかなんかついてなかったのにかぶっちゃったからです。そういうのがあります。こちらのバッグプレゼントいたします。今日ね、競輪はね、今日ね、明日競輪グランプリなんですけど、新人王みたいなグランプリ今日やってるんですよ。あれ見たいんだよね。見てないんだけど、4時半に多分レース始まったと思うんだけど、今日はね、ヤンググランプリって言って、若い人たちのグランプリね、賞金が結構いいんだよ。新しく出た2期、2年間以内のデビューした人のレースで、そこにね、勝つとね、最終的にね、プロにもうちょっと育った時に、ほとんどG1 で勝つんだよね。ヤンググランプリっていうのは今日あります。みんなで一緒に最後こちら、プレゼント。やっていきたいと思います。じゃあね、最後に、こちら、写真撮ってやっていきますか。じゃあ何色からやろうか。グレー。はい、こちらグレーです。こちらグレーです。こちらグレーと、
黒。こちら黒ね。黒子いいっしょ。これね、結構しっかりしてて、なんか3パーテーションだったから、あ、ショルダーは黒と赤。こちらが赤の、ね、赤ですね。濃色、濃色。こちらが濃色です。濃色よく見といてください。こちらね。濃色と、次はね、グリーンか。グリーン。はい、グリーン。ほぼワニね。グリーンですから、ほぼワニ。はい。それと、暗い赤。やっぱ俺、あ、昼間見ると違うのかな。ちょっとこれタイトルは保留にしときます。タイトルは保留。ね。で、こちらがね、濃いピンク。こちらが濃いピンク。濃いピンクに、こう濃くないんだけどさ、大して濃くないですよ。濃いピンクに薄いピンク。どっちかというと、濃いピンクに薄いピンクとしか言いようがない。じゃあこちらね。じゃあこちらまた写真撮っていきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いいたします。はい。あ、なんかちょっと違う角度もやるか。はい。なんかこっちがいいか。こっちがいい。笑うの嫌いなんだよね。俺自分でも笑うの好きじゃないんだよね。すぐインクすんね。だってずっとこうやってやるのはこれじゃダメじゃん。どうすんの？笑うの？やだ、笑うの好きじゃないんだよ。俺自分でも笑うのはほんと嫌だ。だからこうやってなっちゃうの、こうやって。こっちがいっか。で、こっちにすっか。え、これ変じゃん。変じゃん。勝手ね。あ、ダメだね。こっちだね。やっぱりこっちだね。こっちだね。これなんで撮ってるかっていうと、バナーにするのに静止画に撮んなくちゃいけない。石井さんわざわざ写真撮ってるわけじゃないですよ。皆さん、YouTube 見られてるお客様ね。下出すか。下出しに。こっちかな。ねえ、変だよね。何でいっか、もうよ。この辺でやっとくか。白目とかしない。白目とかしないね。まま丸崎さんのコメントしかない。で、こちら、ハッシュッよろしくお願いいたします。以上、検品配信でございました。検品配信ね。さあ、こと。まだヤフオク不具合出てんだよ。足立くんがバンされたんだよ。足立くんがバンされた。戻ったと言ったけど、入札今日できたかどうかはわかりません。足立くんがとうとうバンされました。で、1月1日。1月1日。また。もうそうそうそう。あれ言ってなかったっけ？足立くんがね、2日前バンされた。すぐバンされたって。言わなかったけど、バンされた。あれかな。あ、評価少ない人とか。あ、そんな、なんかね、桜をやっぱり引っ掛けてるみたいよ。あのね、最終的にバンされてから、個人情報の、住所とか名前とか、住所とか名前とか、入力させられるんだって。だからさ、それがさ、一緒だと、あれ、住所確認みたいな、なんかして、それでなんか戻るみたいな。ね。それ変なことしてるよね。評価1だった。まあまあ、桜の AI だろうね。桜 AI だと思うけどね。止めることないじゃんね。やって取引がなかったらさ、なんかやってみるとかしたらいいのにね。ただ入札されてるだけでやったわけもね。なんかね。お、そうだ。今日、俺インスタ上げてなかったね。ああ、俺インスタ上げてなかったね、ずっと。ああ、インスタ上げてなかったよ。忘れちった。俺インスタ上げてなかった。今日ずっと上げるつもりで上げてなかったよ、インスタ。じゃあちょっとこっちちょっとずらしてインスタやろう。忘れちゃったよ。インスタやるの忘れちゃったよ。まあいいけどさ。検品なんで、
売るわけじゃないからいいけど、後で見てくださいね。あ、忘れちゃったよ。インスタ。インスタあげんな、インスタ。あ、インスタ。誰も言ってくれない。うん。インスタ誰も言ってくれないの。インスタあげてないじゃん。じゃ今から入ります、インスタね。インスタ入ろう。ちょっと待って。じゃあインスタやろっかね。ヤフオクライブ中ってことで上げてみようか。ヤフオク生ライブ中にしとこう。選択。はい、うん。じゃあインスタやります。インスタにお引越しです。YouTube はね一旦切らしていただきます。あ、違うとか違う。じゃあインスタライブ、インスタ入りますね。あら、ちょっともうちょっといいか。ちょくちょく。じゃあインスタ入ります。じゃあお引越しで一旦インスタお引越しのヤフオクライブお引越しで、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こんばんは。若干、あ、みさん、みすずさん、あ、みすずさんね、こんばんは。若干インスタもういいんか、わかりました。みすずわかるんだね。すごいわかるよーや、なってます。インスタの方がいいかな。はい、インスタにお引越しです。YouTube の方一旦消させていただきます。じゃあ、YouTube 終了です。ありがとうございました。検品配信ね。はい、検品配信。またゆっくり、見られなかった方は見といてください。こちら1月1日以降、またね、いくつかあると思います。まだご質問して、1円スタートでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。YouTube の方、YouTube のインスタのお客様してください。インスタのお客様してください。YouTube の方、失礼いたします。バイバイ。またね。で、YouTube またつけます。そのまますぐつけますよ。ヤフオクライブ中として、インスタつけます。はい、じゃあねー。